本当にあなたはなのかと言わざるを得ないダサさですね。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日は超能力者や霊能者と呼ばれるインチキ野郎を暴くシリーズでございます。クロワゼットの動画のように一人一人種明かししていきましょう。僕らマジシャンやデバンカーからしますと全員一緒、霊媒師だとかはまずこの世に一人も存在しませんからもう分かっているんですが、僕がどんだけ動画にしても、なるほど分かりました、でも〇〇さんは本物ですよねと繰り返されます。もうこのパターンうんざりです。いいんですよ、霊媒師や霊能者とか名乗っているやつがたくさんいるのは。まず誰でもいいから一人でも証拠をきっちり見せてくれって話なんです。ですが仕掛けなどが分からない人からしますと根本を理解していませんので、結局側だけ変えられますと毎回引っかかってしまうんです。ポンジスキーム詐欺に引っかかる人間と一緒で、騙される人間は毎回騙されます。学びがないというよりは、今さっき話しましたように根っこ本質に気づいていないからなんです。だからその大元コアが理解できるまではもう一人一人順番に種を明かしていくしかないなということで、本日は三船千鶴子を解説していきましょう。一度配信でやったんですが、今回きっちり動画を作っておきました。リクエストもいただいておりますので先にそちらを紹介しておきましょう。はい、こちらクロワゼット動画のコメント欄より3連発です。三船千鶴子さんは映画リングの貞子のお母さんだったんでしょうか。解説お願いしたいです。三船千鶴子の動画希望、先入観で人を判断するのは危険だなと思いました。ミステリーには安楽椅子探偵っていうジャンルありますよね。今日動画を見ながら思い浮かんだのはこれでした。三船千鶴子の動画を楽しみに待ちます。季節の変わり目は風邪をひきやすいのでご自愛くださいと、こちらの体まで心配してくれる素晴らしいコメントです。あと一つマカロンを読まさせていただきます。千里眼の女、三船千鶴子の話が興味深かったです。最終的にはトリックが暴かれ自ら命を絶つという悲劇、現代のインチキ霊能者は手口がバレてしまっても平気ですね。ビジネスと割り切り、一定数の信者が残ればそれでお金になるのだからやめたりはしない、ずぶといマインドの人間だからできる商売なんですね。はい、皆さんありがとうございます。というわけで今日は三船千鶴子のトリックを解説していきましょう。それでは本日の項目です。項目1、三船千鶴子と千里眼事件。項目2、三船千鶴子はなぜ死んだのか。項目3、千里眼のトリック。項目4、インチキタッグの4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、三船千鶴子と千里眼事件です。ではまず三船千鶴子と超能力がどのようなものと言われていたかを話していきましょう。これは真実ではなく、こういうふうに語られてきましたよという三船千鶴子ストーリーです。明治19年、日本で初めて科学的に調査されました超能力者が熊本に生まれたのです。彼女の名前は三船千鶴子、千里眼とも呼ばれる透視能力を持ちました超能力者です。千鶴子は17歳頃、兄の清原武雄に催眠術をかけられ、誘導されたことをきっかけに超能力者として目覚めたと言われています。22歳の頃には本格的に透視を開始、熊本では姉夫婦、清原夫婦が開業していました治療院で透視能力を使った治療を行うようになっていました。彼女が本格的に調査されるようになるのはそれから約2年後の明治43年です。東京帝国大学、現東京大学の助教授福来智吉博士とはこの頃に初めて出会いました。千鶴子と福来博士は数々の実験を行い透視を成功させていきます。しかし多くの学者たちは否定的な立場を崩しませんでした。そんな中、明治43年9月に東京で行われた実験で事件は起こりました。これが世に言う千里眼事件です。解説しましょう。ついに福来智吉博士は千鶴子の能力を証明するため1910年9月15日に東京帝国大学の元総長であります山川健次郎博士の立ち会いのもと、東京で公開の透視実験を行うことにしました。この実験では20本のハンダで密閉されました円管が用意されまして、その中に立ち会い人の山川博士が文字を書いた紙が封入されました。この紙に書かれました文字が透視できれば千鶴子の能力は本物というわけです。円管のうちの1本渡されました千鶴子は精神集中に入り、やがて見えましたと言葉を発しました。そして千鶴子は用意してあった半紙に筆で透眼者という文字を書きました。確認のために円管を開いて紙を取り出しました。紙にはなんと千鶴子が言い当てましたように透眼者と書かれていたのです。実験を一目見ようと集まっておりましたマスコミ各所もどよめき、千鶴子の千里眼は本物だと色めき立ちました。しかしその場にインチキだと非難する声が響いたのです。声の持ち主はなんと立ち会い人の山川博士でした。山川博士は私は透眼者なんて言葉を書いていないと証言しました。山川博士の主張は正しく、実はこの透眼者と書かれました紙は山川博士の書いたものではなく、福来博士が練習用に書いたものだったのです。当然ながらこのことは実験に立ち会いました山川博士の心象を著しく悪くし、新聞各社は千鶴子らが実験前に円管の中身をすり替えたのだとやらせを疑う報道をしました。千鶴子と福来博士は潔白を訴え、再度の実験と山川博士の立ち会いを懇願します。
9月17日に再び透視実験が行われることになったのです。2回目の実験では銅製の筒に文字を書いた紙を入れ、それをさらに木箱に収めて紐で固くくくり、木箱の蓋には封がされ、その上から立ち会い人が割り印を押すという厳重な措置が取られました。その木箱の透視を行った彼女は道徳天という文字を見事に言い当てたとされます。しかしこの1回の的中だけでは山川博士らの不信を晴らすことができず、山川博士は用意していた追加の実験を行うように要求してきました。ところが1回目の実験から緊張の連続状態であったため、この日の千鶴子は体調が悪く、これ以上の実験に応じることはできませんでした。もともと山川博士も千鶴子の千里眼に対して否定的な印象は持っておらず、先入観なく実験に応じていたと言います。そこに1度目の実験で不信感を与えられ、2度目の実験では疲れているからこれ以上はできないと言われ、さらに千鶴子の実験は公開と言いつつも、投資中はその場に居合わせた全員に背を向けて対象物を触るという形で行われたことから不信は募る一方でした。他の物理学者からも千里眼実験に使った管や箱に開封した痕跡があると指摘され、2度目の実験でも千鶴子の千里眼はインチキだとする声は収まらなかったそうです。そのため福来博士らは立ち会い人と向き合った状態でも千鶴子が精神集中できるよう工夫をしなければいけないと考えました。そして千鶴子の顔を毛布で包み、手元だけを襖から自分たちに覗かせる方法で実験を行えば、彼女の手元を見せてやましいことがない旨を証明しつつ、精神統一も図れるのではないかと思いついたのです。この方法での実験は11月18日に熊本で行われ、千鶴子は5回中3回の投資に成功しました。福来博士らはこの結果に満足し、翌1911年の4月に再び東京で公開実験を行い、千里眼が本物だと証明しようと千鶴子と約束します。しかし1911年1月18日自らの能力が認められないことに絶望しました千鶴子は、占領用の重クロム酸を服毒し、24歳の若さで自ら命を絶ってしまったために再度の公開実験は行われませんでした。千鶴子の能力の真偽をめぐる一連の論争と彼女の自殺は千里眼事件と呼ばれています。千鶴子は日本の超能力者の中では比較的知名度がある方でして、有名なリングに登場します。貞子の母山村静子のモデルにもなっております。原作者の鈴木浩二氏によりますと、小説のアイデアを考えている際に図書館で読みました超心理学者福来智吉の生涯大陸処方が元ネタだといいます。この本には千里眼に関わる福来智吉博士、三船千鶴子、高橋貞子が登場し、それぞれはリングの登場人物生間平八郎、山村静子、山村貞子のモデルになったと思われます。近年もテレビなどで何度か取り上げられているため、ご存知の方もいらっしゃるでしょう。このような番組で彼女が取り上げられる際には、超能力は本物らしかったものの、当時の頭の固い学者連中やマスコミによってその能力を否定され、自殺に追い込まれてしまった悲劇のヒロインという扱いで紹介されることが多いですね。ここがテレビの絶対的にダメなところです。しかしながら実際に当時の資料を詳しく調べてみますと、こうした悲劇のヒロイン像とは違った様子が見えてきます。当時の資料を中心に千鶴子の実像について話していきましょう。それでは次の項目です。項目2、三船千鶴子はなぜ死んだのかです。三船千鶴子が自殺したのは1911年の1月19日の未明のことで、まだ24歳という若さでした。死因は重クロム酸カリウムによる中毒死で、亡くなる前に兄にどこまで研究してもダメですという言葉を残したと言われております。重クロム酸は本人が買い求め、18日の午後3時半頃に服毒したと考えられています。服毒後は12名の医師が呼ばれ、手当が施された結果、19日の未明には容体は一時安定しました。しかし同日午前3時頃再び苦しみ出したため、駆けつけた親族が遺言はないかと聞いたところ、いえ何も申し上げることはありませんと千鶴子は答えました。そして同日午前5時頃最後は眠るように亡くなったといいます。兄に残した言葉から自分の超能力に対して批判的な意見が増え、新聞などでもペテン師扱いされるようになったことを悲観しての自殺だったのではないかと思われています。本人が自殺の理由を語っていないことから、その原因については様々な憶測が飛び交いました。そんな中、当時から最も有力視されていましたのは親族間の不和が原因とするものです。これは千鶴子の父と兄の清原武雄との間で千鶴子をめぐる争奪戦があったというものです。もともと千鶴子は兄が営む治療院で投資を行っており、千里眼の噂を聞きつけた人たちの間で大人気となっていました。そのためかなりの利益を上げていたとされます。そこに目をつけたのが千鶴子の父で、彼も千鶴子を利用しようと考えました。しかし兄の清原武雄はそれをなかなか認めません。そこで板挟みにあったのが千鶴子というわけです。彼女は明治43年の東京での公開実験後、福来博士に一人で東京へ逃げ帰りたいと書いた長文の手紙まで送っています。どちらにせよ24歳で亡くなるのは早すぎました。それでは次の項目です。項目3、千里眼のトリックです。
ではどのように投資していたのか詳しく解説していきます。前述しました明治43年9月14日千鶴子の実験として最も有名になった東京での公開実験でのやり方です。一般的にはこの公開実験で千鶴子は実験物のすり替えを疑われてしまったためにバッシングを受けたと考えられています。しかし本当にそうなのでしょうか。この時の実験を振り返ってみます。実験は東京の大橋慎太郎邸で行われました。立ち会人は福来、今村、山川をはじめとしました14名です。千鶴子に投資してもらう実験物は平らにした鉛の管の中に紙を収め両端をハンダ付けしたもので山川博士が20個用意しました。こちらの写真がそうです。時代的に白黒写真で申し訳ないんですが左が円管、この中に右のような字を書いた紙を入れます。実験ではこの円管の中から1個が選ばれ千鶴子に渡されました。彼女は2階に上りますと実験をするために用意されていました部屋に屏風を立てましてその中で投資を開始します。立ち会人は2人で2階の別室にて待機していました。この時の注意点は千鶴子は屏風の中に隠れていたため別室にいた2人には千鶴子の手元はおろか後ろ姿さえ見ることができなかったという点です。2008年に放送されましたテレビ東京系番組新設日本ミステリーの中ではこの時の再現映像として屏風の横から立ち会人が手元を見ていたかのように放送されていましたが完全に創作です。だからテレビはダメなんですよね。他にも全く別の実験の記録をこの公開実験の記録だと偽ったり明らかに故意だとわかるデタラメな点がほとんどでした。こうした状況でしばらくしますと千鶴子は屏風の中から姿を現し投資できた文字は当願者の3文字だと回答しました。1階に戻ってみんなの前で中身を確かめますと確かに当願者と書かれた紙が入っておりました。投資は成功です。ところがこの3文字を見た山川博士は不思議に思いました。彼が用意していました20個の実験物の中には当願者と書かれた紙は入っていなかったからです。別紙にあらかじめ書かれていました答えの控えを見ても千鶴子が答えた文字は含まれていませんでした。では一体千鶴子が答えた文字と円管はどこから出てきたのでしょうか。現場の大橋邸ではみんな不思議がっていたものの山川博士が事前に福来博士から円管の模型を一つ渡されていたためそれがうっかり混ざってしまったのではないかということで意見がまとまりました。ここで注目しておきたいのはこの時点で誰も千鶴子のすり替えを疑っていないという点です。ではすり替えの話はいつ出てきたのでしょうか。それは実験当日の夜でした。実はこの日の夜宿に戻りました福来博士が千鶴子と話し合った結果千鶴子本人がすり替えを認めたのです。千鶴子によりますと彼女が投資した文字は前日に福来博士が練習用として渡していた円管の中身だったといいます。彼女はこの練習用の円管を実験の当日にお守りとして持参し投資を行った際にも懐に忍ばせていたといいます。しかし当日渡された円管は投資できなかったため代わりに練習用の円管を投資して提出したというのです。しかしあくまでも中身は投資したものの実験物は練習用とすり替えてしまったというのが本人の言い分でした。福来博士も自身が前日に練習用として円管を渡していたことさらにはその円管の中身が当願者だったことは知っていたため千鶴子がすり替えたであろうことは認めています。この実験に関して言うならばガチガチのインチキでそもそもお守りに持っていたとか投資が初めからできるのであればすり替える必要も一切ありませんし誰も見ていないところでしかできないという彼女は限定条件が多すぎますので一切何一つ証明できていません。現在のマジシャンであればたとえその人たちの目の前でももっとわからない方法でもちろんできます。このように何かに覆われて中に入っている紙の文字を言い当てる方法は数パターンしかありません。20個の円管が用意されたと言っていました。20個全部あらかじめ中に書いてある文字を知っておき外からどの円管か分かるように印をつけておく。これはガンカードというイカ様と一緒です。トランプなのでカードの裏面の傷、汚れ、印をつけておくイカ様で麻雀で言うとガンパイになります。次にあらかじめ中身の分かっている1個の円管を忍ばせておき20個の中からそれを普通に選んだようにするマジック用語でいうところのフォースというやり方です。ランダムに20個の中から選んだ風に見せて確実に分かっている1個を取るという方法。状況では山川博士が選ぶという記事の内容そのままですとこれが使えませんので結局はすり替えです。おそらくこの方法を選んだのは今僕が話しました2つが状況的にできなかったので円管は外側から見てもどれも同じなので渡された円管とあらかじめ持っていた円管をすり替えたのですが全然ダメで結局はその中を投資できた体に見せたとしても山川博士がその20個分の文字を紙に控えていたというのが最大の誤算です。その他にもまだやり方があります。円管が渡されてから何らかの方法で開けて中を見てからもう一回閉じるという方法、誰からも見られていない状況でしたらこれすら可能でしょう。とにかくこの実験自体がざるすぎるのと下手な手品よりあまりにもいろいろ条件付けが多いのです。投資したいのならば普通に人の目の前で書いたものを言い当てたりすればいいだけのことでわざわざ円管を用意してハンダ付けして
別室でとか限定条件すぎますので、時代が時代とはいえあまりにも下手すぎますね。その他の実験もあったんですが、そちらも超ちっぽけで、箱の中に入れたものを当てる実験なども、千鶴子と立ち会い人の間に襖や屏風が置かれて必ず手元が見えない状況、かつ千鶴子の実験には時間制限などはない、彼女が答えを出すまで立ち会い人たちは何十分も待っていたとのことです。実験前に持ち物検査などもなかったことから、髪の毛の中にピンを隠しておいて、それで封を剥がして中身を見ていたのではないかとも指摘されています。また初期の実験では、福来博士は対面ではなく郵送で投資の対象物を入れた封書を千鶴子の元に送り、中身を当てたものだけを返送するという方法を取っていました。この実験で福来博士は19通の封書を千鶴子に送りましたが、兄が結果を確認して返送してきたのは7通のみだったといいます。千鶴子側の言い分としては、もう3通中身を当てたものがありますが、過集中状態にあった千鶴子が気を失って火鉢に落としてしまい燃えてしまったとのことでした。また残りの9通については、疲弊してしまったので投資をしていないという返答でした。この結果でも福来博士は満足したと言いますが、単に千鶴子が火鉢の火で炙って手紙の封を剥がして中を見て、その後綺麗に封を戻せたものだけを兄に渡していたのではないかとも指摘されています。それはそうですよね。今この動画を見ている視聴者の皆様、人生で大切な手紙を間違って燃やしてしまったことはありますか？僕はもちろんありません。3通も燃やす、まあ投資という名のインチキには火が必要だったんでしょうね。そして福来博士の実験は甘々のグダグダ、よくこんなものを超能力と言いましたね。それでは最後の項目です。項目4、インチキタッグです。はい、ということで三船千鶴子と福来智吉博士のあまりにも陳腐な実験内容とその結果を見てきました。三船千鶴子はなんでそんなに下手なやり方をしてまで超能力者を名乗ったんでしょうか。家族の状況を見てみますと、有名になってお金が欲しかったのかもしれませんね。福来智吉博士は自分を他の学者たちに認めさせたかったので三船千鶴子を担ぎ上げたのでしょうが、デバンカーの僕からしますと、本当にあなたは東大の教授なのかと言わざるを得ないダサさですね。どの実験のやり方もそれを超能力と言い張る二人ともにお粗末すぎました。三船千鶴子は認めてもらえなくて死んだのではなく、結局はそんな稚拙なトリックはまともな人間には誰にも通用しませんので、もうそれ以上詰められることが嫌だったのでしょう。この程度のレベルの仕掛けや種を一般女性に演じさせて信じさせようとした福来博士も重傷です。すり替えなど他のことでも福来博士が噛んでいますから、完全にグルです。最後の方の実験のネタは、福来博士と共に作っていたことは簡単に予測できます。そういうインチキをしてまで立派な大博士と呼ばれたかったのでしょうか。福来智吉博士の自己顕示欲の強さだけは超能力かもしれませんね。はい、ということで今日はリクエストが来ました三船千鶴子について解説させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、SNS のフォローもお願いします。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。